皆さんこんにちは。今日は土地家屋調査士という資格試験について、皆さんにお話しする時間を少しいただきました。こんな時期に、こんな資格試験の勉強のお話をするっていうのは、少し躊躇する気持ちも実はあります、ね。なぜかというと今は Stay home。 はい、今はもうお家にいてくださいという期間なんですね。ですから、こういった、勉強の話というのを、していいのかなっていうふうな、気持ちも実はあります、ね。ただこんな時期だからこそ、家にいることが多い時期だからこそ、こういった資格試験の勉強をするというのも、選択肢の一つとしてあるんじゃないかなということで、こういったガイダンスを聞いていただける環境にある人っていうのは、やはり勉強できる環境にある人じゃないのかなということで、皆さんに少しこの土地家屋調査士という資格についてお話しさせていただきたいと思います。遅れましたが、私レック専任講師の木村真由美と申します。よろしくお願いします。はい。でこの土地家屋調査士という、一般的には聞き慣れない資格、実際にどんな仕事ができるのか、どんなことをやっている人たちなのか、ちょっと簡単にお話しさせてください。はい、調査士、土地家屋調査士って何やってる人なのというふうに聞かれたときに、大体私はこんなふうに答えます。はい、見えますかね。はい、ここに登記事項証明書、登記事項証明書と聞いて、ピンとくる人もいれば、なんか聞いたことあるなくらいの人もいます、あとは全然知らないよっていう人も中にはいらっしゃるかもしれません。で、登記事項証明書って何なのかっていうと、登記記録の内容を書面にしたもの、この登記記録って何なのか、これ建物です、碑区分建物なんていうふうに書いてありますけれども、普通の建物だと思ってください、で、この建物の情報が登記所と呼ばれる国の機関ですね、法務局というと分かりやすいのかなとも思いますけれども、登記所と言われるところに登録されているんです、で、どんな内容が登録されているのかというと、この表題部というところにこの建物の現況です。例えばどこにあるのか、どんな利用目的に使われているのか、どんな構造をしているのか、床面積は何平米ぐらいあるのか、あとはいつ建てられた建物なのか、いわゆるこの建物の物理的現況というのが登録されている部分、これが表題部です。で、その他に権利部というところで、誰が所有権持ってるのか、そして他人の権利がついているのかなんていうのが記録されます。で、この登記というふうに言うと、この2つの登記があります。で、表題部には表示に関する登記ということで、ここで見た通りこの建物の物理的現況が登記されます。で、権利部の方はその名の通り権利に関する登記がなされる部分で、この表題部のところ、ここを担当するのが土地家屋調査士ということになるわけです。はい、いいですかね。だからまずはこの登記記録作ってくださいよとか、あとはこの登記した内容に変更が生じたときは、この内容を変更してくださいよというのを登記所に対して登記の申請といった形で行うんだけれども、誰がやらなきゃいけないのかって言ったら建物の所有者です、ただ建物の所有者、普通はそんな知識はありませんよね。だからその所有者の方に代わって代理で行う、それを業とする、それを継続的に行って報酬を得る、
これを仕事とできるのは土地家屋調査士だけなんです。土地家屋調査士の独占業務、ね、そして今その下の段の権利部というところを担当するのは司法書士さんたちということになるので、表題部をいじることができるのは調査士だけ。司法書士の人たちだってそこは参入できない、まあ、壁があるんです。まあ、逆に言うと土地家屋調査士も権利部を、ね、これはいじることはこれできないということになるんですけれども、ここで言いたいのは表題部をいじることができるのは土地家屋調査士だけということで、まあ、こういった独占業務がある部分っていうのは非常に魅力的だと思いませんか、ね、ですから、まあ、皆さんも、まあ、こういった資格があるんだなっていうことをまずは知っていただいて、じゃあどんな試験なのかなっていうのをね、ぜひ一緒に見ていってほしいなと思ってます。はい、で、まあ、こういった登記記録というのが登記書にありますよ。で、この内容を誰でも確認したいと思ったら手数料を払ってこの登記事項証明書といった形で請求することができる。だから誰でもこの不動産、これ建物ですけれども土地ももちろん同じものがあります、ね、誰でも見ることができるんだっていうのがこれ一つのポイントです。はい、で今日はちょっとこのようなレックの土地家屋調査士試験の、まあ、初学者用のパンフレットになりますけれども、こちらの方を使って簡単に説明させていただきたいと思います。で、興味を持っていただいた方はぜひコールセンター等にねご連絡いただいてパンフレットの請求なんかもしていただければと思います。はい、で画面に映しながら説明しますので、ぜひね一緒に見てください。はい、ざっくりと登記の申請の流れというのを示したページになります。はい、でフィールドワークなんていうふうに書いてありますけれども、実際に現場に出て調査を行います。これは建物の周囲の長さなんて測っていますけれども、実際に登記記録の内容とあとは現地にズレがないかなんていうのをこれ確認しています。実際にこんな確認っていうのは現地に赴かないとできないですよね。はい、先ほど見ていただいたこの登記事項証明書の内容っていうのも、例えば構造、はい、登記事項証明書を見て登記記録の内容としては鉄骨造瓦葺き2階建てっていうふうに書いてある、ね、瓦葺きって書いてあるけれども現地に行ったら違ったよなんていうこともこれありえます、ね、で床面積だってこれはひょっとしたら違ってるかもしれない、ね、だったらここを変えなきゃねなんていうことで、要はこの内容とそれから現地、ね、これ両方調査することが必要になっていくので、まあ、土地家屋調査士現場に出ることももちろんたくさんあります。はい、で、まあ、こんな風な人見たこと、ね、あるんじゃないかなと思います。測量しています、ね、で測量士さんかもしれないし土地家屋調査士かもしれない、ね、まあ、これ使う測量機器っていうのはこれ同じですから。はい、そして、まあ、境界確定なんていった形で土地と土地との境、ね、境界というふうに一口で言っても、まあ、土地と土地との境でしょう。そのぐらいは一般の方もイメージはつくかと思います、ね、ただ土地家屋調査士の場合は境界って言ったら、あ、土地と土地との間ね、境ね、じゃあやっぱりちょっと済まないんですね。で土地と土地との境って言ってもこれは所有権の境というのと、あとは筆界と呼ばれる、まあ、別のもの、筆界って言ったらこれは所有権の境界とはこれは別物で考えなければいけない、登記された土地と土地との境ですよ、これ明確に違うんです。だからこの部分を一般的の人、一般的な、ね、人たちはもちろん知り得ないことが多いですから、ね、土地家屋調査士として違いを分かりやすく説明する、ね、これは一つの土地家屋調査士の大きな使命じゃないかなと思っています。でこういったことを説明して今後の紛争なんかをね、
防ぐようなこともこれ仕事になっています。土地家屋調査士の業務の幅っていうのはどんどん広がっています。はい、で今現場に出ているようなこのフィールドワークの部分を見ましたけれども、調査士の業務のいいところはやっぱりこのデスクワークっていうのもこれ存在します、ね、これは現場で調査してきた内容を事務所に戻って、これは登記の申請書を作ったり、その申請書に添付する図面を作ったり、こういったデスクワークも必要になってきます、ね、でその申請を行う、ね、実際にこれは登記所に出向いているような形に見えますけれども、今はオンライン申請、電子申請もどんどん、ね、主流になってきているので、これは実際に登記所、法務局に出向かなくても登記の申請っていうのはこれもう徐々にできるような形で電子申請が普及されてきています。はい、まあ、私がねすごくこの土地家屋調査士という資格に興味を持ったのは、フィールドワーク、それからデスクワークのバランス、ね、これがすごく資格として仕事として魅力的だなというふうに感じたのが初めです。はい、でこの土地家屋調査士になるためにはじゃあどうしたらいいのかっていうことで、土地家屋調査士試験という年に1回の国家試験を受けていただく必要があります、ね、じゃあどんな試験なのか。はい、これは10月、はい、毎年10月に行われる試験で、午前の部、午後の部とあるんですけれども、受けていただくのはこの午後の部、この対策をしっかりとっていただきます。で午前の部というのは免除資格というのがあって、測量士か測量士補か1級建築士か2級建築士、これらどれかの試験に合格していると、もうそれで午前の部っていうのは免除されます。で何も持ってないよっていう人、これは同時進行でその年の測量士補の試験にまず合格していただきますね、だから持ってる人は午後の対策だけで、持ってない人は測量士補のパックも一緒になったコースというのを設けてありますので、皆さんの立場によって、ね、講座は選んでいただけるようになっています。はい、で土地家屋調査士試験の対策としてはこの午後の部の対策ということになる。で実際にどんな試験なのかというのが、はい、ちょっとアップにしますね。出題形式とあります。はい、大きく分けると択一と書式というところに分かれます。で択一というのはこれは20問5試択一の問題で、マークシート形式の問題です。で不動産登記法16問、全部で20問の中で16問が不動産登記法の問題です。だから徹底的に勉強しなきゃいけないのはこの部分、ね、だからここをしっかりと身につけるカリキュラムにもちろんなってます、ね、そして民法3問、これもやはり最近の試験では2問は取りたい、ね、取れるなら2問取っていきたいなっていうような内容です、ね、で、まあ、この後見ていく書式の試験もそうなんですけれども、やはりその年によって難易度っていうのはこればらつきがあります。だからまず択一で簡単な年に当たったら、やはり18問19問これは狙いたい、ね、20問中だからかなりね大変だと思いますけれども、ただそれぐらい取れる勉強はきちんとしていきます、ね、でもし今年は難しいなっていう年に当たったら、ね、それはまあ16問ぐらいでも15問16問でも合格できる、ね、まあ、そういった試験になっています。とにかく相対評価の試験なので、その問題の難易度によってはそんなに合否は左右されない、きちんと勉強した人は受かるような試験になっています。はい、なので狙っていくのはだいたい20問中17問で、この不動産登記法のところを15問取って、まあ、1問落としたとして15問取って、民法で2問取れればもうそれで17問いきますからね。
あとは土地家屋調査指標がもし簡単で取れるんだったらもうここ取りたいです、ね、ただまああのすごく細かいところから出てくるところもあるので、まあ、ここはその問題の難易度によって、ね、取れるんだったら取りましょう、ね、まあ、そんな状態だと思ってください。はい、まあ、目指すのはだいたい17問以上を目指していきます。はい、で書式に関してはこれは土地に関する問題と建物に関する問題とありますが、土地の申請書と図面、建物の申請書と図面、これを作成するという問題で、これ50点満点です。択一の方もこれで50点満点、ね、だから17問ということはこれで 42.5 点ということになります。はい、そして書式の方も50点満点なので狙うのは、ごめんなさいね、40じゃないな、50点満点でここが40ですね、40狙いたい、ね、そうするともうこれは余裕を持って合格点に達することができる。最近の試験だとまあこういった感じです、ね、で実際にここを狙えるような勉強をしていくんだよっていうのをね、まあ皆さんに分かっていただきたいなというふうに思います。はい、でまあ、実際にこの択一書式、ね、まあ、択一は17問の 42.5 点、書式40点、これを狙うような勉強をするんだけれども、まあ、どちらも基準点というものが存在して、ね、その基準点、いわゆる足切り点です。それをクリアしなければ次に進めないっていうのがあるので、もうここを狙っておけばもうこれは完璧です。はい、で実際にちょっとデータあります。調査士受験者数と合格者数というデータがここにあるんですけれども、まあ、毎年徐々にですけれどもやっぱり右肩下がりなんですね。受験者数が減っています。で、だいたい400人ぐらいの合格者を出すような形になっているので、ここ2年合格者は 8% 台から 9% を超えるような、ね、合格率になっています、ね、だから今は正直まあ受け時というか勉強を始めるにはすごくいい時期なんじゃないかなというふうに個人的にはね思っています。やはり勉強できる環境にあるんだったらぜひチャレンジしていただきたい。はい、そしてもう一つ面白いのが、土地家屋調査士としてまあ今これ活躍されている先生方の年齢構成です。見てみるとまず一番多いのは60代、60代の先生方が 31.7%、 これなかなかすごいですよね。でその上行っても70代の先生 13.9、 80代の先生もまだこんなにいらっしゃるという、ね、これもすごいことだと思います。であとは50代40代30代、ここ合わせてだいたい半分ぐらいね、だから30代40代なんてまだまだひよっこっていう状態ですよね。そして20代に関しては 0.3%、 もうもはやレアキャラです。はい、という方ということは、ね、もう若い方にどん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 参入していただきたい、まあ、そんな業界だということになります、ね、やはり今、まあ、大学生の、ね、受講生なんかもいらっしゃいますけれども、まあ、そういった若い人にどん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 興味を持ってもらって、そしてこういった資格試験にチャレンジしてもらって、そして土地家屋調査士としてその業界自体をどん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 こう盛り上げていってほしいなというふうに個人的には思っています。あとは逆に例えば、ね、最近ガイダンスなんかでも相談を受けるのが、40代なんですけど大丈夫ですか、50代だともう勉強始めるの遅いかな、そういった相談を受けるんですけれども、このグラフ見ていただくと分かる通り、まだまだ60代70代でも活躍できるということは、勉強始めるのは決して遅くはないと思います、ね、だからそこでもし躊躇するような方はもうちょっとねいろいろ調べてもらって、まだまだいけるよっていうことを確認ぜひねしていただきたいと思います。はい、でこのレックではどんなカリキュラムを組んでいるのかというのをちょっと簡単に説明しておきたいと思いますが、
はい、もう免除資格を持ってるよという人だったらもう土地家屋調査士試験の午後の部の対策だけでいいということになるので、このインプット完成講座、この土地家屋調査士合格コース、もうこれ1本で大丈夫です、ね、そしてインプット完成講座の中には全体構造編と徹底解析編というふうにしっかりここ分けています。で、全体構造というのはこれ全13回でもう理論は3回しかやりません。その代わり書式は10回ね、ここできっちりと書式っていうのがどんなものなのかっていうのを身につけます、ね、で、理論でここで3回でやることっていうのはこっちに入ってからの理論でももうほとんどきっちりやることです、ね、だから大枠がつかめればいいので3回しか、ね、ここはもう用意していません。ただそれで十分だと思っています。で、ここでしっかりと土台を作って徹底で解析編で肉付けをして本試験に対応できる力を最終的に身につける、そんな風に思ってください。そしてインプットが終わったらあとはアウトプットです。ファイナル討論といういわゆる模擬試験です、ね、ここでしっかりと本試験対策として時間の間隔だったり、あとは受けられる環境にあるんだったら講座自体はインプットはこれは自宅でね通信で受けてもいいけれども、なるべくアウトプットこの討論だけはこれは自宅ではなくて会場受験することをお勧めします、ね、やはりもう実際に本試験会場で受けている感覚っていうのを身につけていただきたいから、ね、そうすることでもうしっかりと本試験の対策というのをこのコース、ね、この講座1本で終われるようになっています。そして免除資格持っていない方はこれにプラスしてこの測量司法合格パックというのをねセットにした測量司法ダブル合格コースというのを準備しています、ね、午前午後両方受けて合格する人っていうのがほとんどいない試験なので、まずは5月のこの測量司法ね、この試験を受けてしまおうというのがね、まあこの目的だということになります。はい、ということで、まあ、本当にねざっくりと短い時間なんですけれども、まあ、とにかく魅力的で専門性があって、ね、面白い仕事だと思っています。で、もうもし皆さんね興味を持っていただいたならコールセンターにパンフレットの請求等していただいて、でこの講座受けていただいた人の実際の合格体験記、ね、まあ、こんなところが良かったなんていう声もねたくさん載せてありますので、そういったところを読んでいただいて、まあ、レックいいなというふうに思ったら決めていただければいいと思います。あとは私毎回言うんですけれども、他にも予備校さんありますね、でそういった他の予備校なんかも見ていただいて、そしてその中でレックがいいな、ね、木村の講義だったら大丈夫そうだなって思っていただいたら、ね、レックを選んでいただければいいと思います、ね、もちろん後悔はさせません。ということで、まあ、今こんな状況ですけれども、もし勉強できる環境にあるんだったらやはり今後、ね、状況が変わった時に自分がどう動けるか、自分の視野を広げるためにもぜひその選択肢の一つとしてこの土地家屋調査士試験の学習、ね、入れていただければと思います。はい、では短い時間ですけれどもここまでご視聴ありがとうございました。失礼いたします。